今朝は足がむくんでいます。ブンブンカワカワブンカワです。今日は先日お迎えしたエピちゃんプロッターを物件探しと引っ越し準備の手帳として使っているので、そのお話をします。よければ最後までご視聴ください。このエピちゃんプロッター、お迎えからだいたい2週間ぐらい経過しています。お迎えの動画でもお話ししたように、今物件探しをしているので、その物件探しの手帳としてとりあえず使えますというお話をしました。で、実際にそうやって使ってます。昨日ちょうど内見に行ってきて、良さそうな物件があったので、とりあえず申し込みをしてきました。入居確定っていうわけじゃないんですけれども、おそらく大丈夫かなっていうところで、とりあえず物件探しのフェーズは一旦終わりにして、次のフェーズですね、その申し込みした物件への引っ越しっていう部分が今度発生するんですけれども、そこに向けての手帳として使っていこうかなと思ってます。物件探し手帳的なのってあんまり情報が見つからなくて、なので今日はその物件探し手帳として使ってどうだったのかっていうのと、まあ、引っ越し準備手帳はどんな感じにしようと思っているのか、そういったお話をしていこうかなと思います。まず物件探し手帳ですね。全然情報がなかったです。みんな物件探しの時手帳を使わないんですかね。ちょっとその辺はわからないんですけれども、物件探し手帳ってなんか調べてもあんまり情報がなかったので、皆さん使ってないんですかね。そういう使い方をしていないのか、まあ、私の検索の仕方が悪かったのか、ちょっとその辺は分かりませんが、まあ、私はこんな風に使いました的なお話をしていきます。まだそのまま中身が入ってて、まあこうリアルな住所的なのとか書いてあったりするので、あんまり見せられないんですけれども、このエピちゃんプロッターには2種類のリフィルを入れてました。一つが、あの第3の顔用に購入した時についてきた100円ショップの横掲示板タイプのリフィルです。これと、あとは自分で、これまた100円ショップの無地のメモ帳をミニ録用にカットして、まだ穴が開いてないっていう状態のメモパッドです。これに穴を開けて閉じていました。この横掲示板も無地のやつも、まあ別になんか、リフィルとしてはもう三軍っていう感じで、使い終わったらすぐに捨てる、用が済んだら捨てるような感じ、取っておきはしないので、これで十分だろう的な感じのものを入れました。どうせ自分しか見ませんしね、そんな長期保存するようなこと書かないですし、これのためにわざわざリフィルを買うとか、そういったことはしてません。ここにお金かけるんだったら違うことにお金かけたいなっていう感じです。なので、まあ余り物で何とかしました。で、横掲示板のリフィルの方にはなんか紹介された物件のマンション名っていうんですかね、物件名を書いてました。なんか建物の名前と部屋番号を、まあとにかく紹介されたらずらずらずらーと書いて、サンプルとして今書くんですけれども、ほにゃらら、例えばマンション、例えば101号室みたいな、こんな感じで書くんですね。とにかくこういうのがいっぱいずらずらーと書いてます。で、物件紹介される時ってだいたい間取り図とか写真とかいろんな家賃の情報とか書いてあると思うんですけれども、そういうのを見て自分の中で内見したいなって思うような物件があったら、このマンション面のところとかに丸で、この物件は興味なしって思ったら×。あとは最初丸にしてって内見したいですって言ってたんですけれども、内見するまでの間に申し込みが入っちゃうことって結構あって、そうすると自分はもう住めないじゃないですか。そうするとまあフリクションで書いてたので、ここを消して×にするみたいな、こんな感じでとにかく物件をずらずらずらーと書いてました。私はその不動産屋の店舗を持ってないような不動産屋さんを利用して、なんか基本チャットでこう自分の希望の条件を伝えて、それに合う物件をこう紹介してもらうとか、あとは自分が違うなんか賃貸物件探すアプリとかで気になった物件とかを見つけて、ここを気になってますみたいなのを言ったら紹介してもらってみたいな感じとか、そんな感じでやってたんで、アプリで物件の情報を集めて、
まあ、内見してっていう感じだったんですけれども、いろんなその物件検索サイトとか見てると、この物件見たなっていうのも結構こう被るんですよね。同じような条件で検索してるし、まあ、結構被ります。なので、あ、これはなんかこの雰囲気のやつ見たなって思ったら、なんかマンション面とか見て、あ、これ見た見たって感じで分かるようにしてました。そのたまにマンション面とか見ても似たような名前で自分は実際は見てなかったとか、そういうのとかもあったりするので、とにかくなんかマンション面とかなんかこう目印になることを書いといてよかったかなっていう感じです。ただめちゃくちゃ見たのですごい量書きました。ブワーっと書いてたんですけど、1日にこのリフィルが本当に2枚とか普通に書けちゃうぐらいとか見てました。物件探しをしている途中でエピちゃんプロッターを導入したので、まあなんかその前半の情報とかを埋めるのに結構大変でした。で、まあこの横罫線はそういう物件のリスト的な感じで使っていて、一方この無地の方のリフィルですね、こっちは何に使っていたのかというと、例えば自分が家に求める条件とかをブワーッと書き出してみたりしました。家賃と管理費込み込みでいくらがいいとか、あとはバスとトイレ別がいいとか、駅から徒歩何分以内がいいとか、とにかく自分の家に求める条件をバーッと書き出してみて、まあ、その中でも特に優先順位が高いものには例えば星のマークをつけるとか、そんな感じでちょっとメリハリをつけるような感じのことをしていました。で、まあ妥協できる点はちょっとボーダーを引いとくとか、私はまあ15分以内なんですよ、でもバスは嫌だとか、あとはとにかく綺麗なところが良かったので綺麗なところ、部屋の平米数はこれぐらいが欲しいとか、とにかくブワーッと、もっとまあ細かく言えばあるんですけれども、こんな感じで書いてて、じゃあ例えばもうこの条件がいっぱいあるの中でとにかく優先順位が高いのって言われたら、私はもうバスとトイレ別なのでこれって感じで星マークをつけて、逆に妥協できる点はどこかなって言ったら、まあ駅の方かなみたいな、こんな感じで線を引いたりしていました。なかなかそのいろいろ条件いっぱいバーって書き出した時に、自分がその住みたいエリアでその住みたい価格帯でこの条件を満たす物件、完璧な物件っていうのは多分そうそう出てこない可能性もあるので、そうなった時に、まあどこを譲歩できるかっていうのを自分の中で決めておくと良かったかなっていう感じです。私は改めてこう書き出して頭を整理するために書いていたんですけれども、もうなんかこの別に書き出さなくても決まってるとかっていうんであれば、わざわざ書く必要はないかもしれません。書いたけどとりあえず内見してみて、やっぱここは譲れないな、ここは譲ってもいいなとか変わる可能性もあるので、書いてみて、まあ、また変わってきたらちょっと変えてとか、そういうのもありかもしれません。まあ、求める条件を書いたり、あとは住みたいエリアですね、どこに住みたくて逆にどこに住みたくない、この辺をやっぱはっきりさせて書き出していました。まあ、例えば駅で言うとこの辺とか、路線で言うとここ、あとは何々区がいい、何々区はダメとか、なんか住みたいエリアとそうじゃないエリアを区別していました。これも私の頭の整理として書いていたので、別にもう決まってる、書き出さなくてもいいっていう感じであれば全然書かなくてもいいのかなと思います。この2つは物件探しの段階で結構役に立つ、頭を整理させるために必要な情報だったり、内見した時に、まあ、こっちとこっちの物件どっちがいいかな、比較とかで、まあ、役に立つみたいな、そういう感じだったりしたんですけれども、一番この無地のリフィルで活躍した場面は内見の時ですね。内見に行く前にその内見に行く先の情報を簡単にまとめていました。まず先頭にマンション面ですね、マンション面を書いて、あと部屋番号か、部屋番号を書いて、で私はここのここに〇〇駅〇分で、まあ最寄り駅を書いて、であとは家賃管理費で、もしなんか月々のがあればそれを書いて、
まあ、合計いくらで住めるっていうのを出していました。まあ、これは分かる範囲で、まあ、その物件の情報で分かる範囲で拾って、まあ、内見の時にこれ以外に何かかかるものはありますかっていう確認をしたくて、そういう風に書いていました。あとは例えば築年数とか、それから部屋の広さとか向き、あとは洋室の広さ、丸状みたいな感じで書いたり、基本的な本当に簡易的な情報ですね。それをとりあえずこことここどっちがいいかなっていう比較するときとかに、なんか自分が気にするようなポイント的なのを書いてみました。例えばここの物件見たけれども思ったより狭かったな、じゃあこの広さじゃちょっとダメだなとか、これこの物件はここ洋室が広くてよかったなとか、広いけれども築年数がなとか、なんかいろいろそういう感じの自分が一番気になるような判断材料的なものは、まあ、こう簡単にピックアップしていて、でさらにそのアプリ経由でも物件のこう写真とか見てるので、その写真とか間取り図とかいろんな情報を見た中で自分が内見した時に確認したいポイントですね、そういうのを書きました。デッドスペースがあるような物件だったらデッドスペースの広さ確認とか、あとは事前にマップとか見て、例えば大きな道路とかの近くだったら音大丈夫か、そんなことを書いてみたり、とにかく確認したい情報、確認したいことを書いてみたり、この物件の気に入っているポイントとか、逆に三角なところを書いてみたり、あとは一番下に初期費用ですね。初期費用の合計がだいたいどれぐらいかっていうのがアプリで一応出てたので、それをメモしてみたりして、まあその物件に内見に行くっていう感じで、まあこんな感じのことを書いて、内見に行ってました。で、まあ、実際に物件見るときに、なんか情報を照らし合わせて、まあ、確認してって、まあ、クリア。で、まあ、この物件がありかなしか判断するとか。あとは、見てよかったポイントがさらに増えたら、そこをどんどん追記していくとか、そんな感じで書いたりしていました。内見に行くときって、大体不動産屋さんがその物件の間取り図とかがついた用紙くれるので、寸法測ったやつはそこに書いたりとかしていたので、こっちにはあんまり書いてません。ただもともと予定していなかった場所に急遽行くことって全然あるんですね。私は2日間内見したんですけれども、その2日間でどっちもそういったパターンがありました。予定していた物件を見たけどちょっとイメージと違くって、もう一回考え直すっていう感じで考え直して、なんか今いいところ近くにあるから見ましょうみたいな感じで見たり、あとはもともと見る予定だったお部屋じゃない部屋が空いてるからどっちにするみたいな感じで見たりとか、そういう感じで見ることもありました。同じマンションの同じ建物の中でも部屋が変わると間取りも変わることもあるので、まあそういった間取りが違う場合にメモする場所がなかったりすることもあったので、なんか書き出すっていう感じのこともしていました。正直ここに間取り書いてなんか書き出すっていうのはちょっと狭いなっていう感じなので、もしその同じようにこれから物件探しする方で物件探し手帳みたいのを作ってやろうとしてるんだったら、私はちょっとまあ本体はミニ6でいいかもしれないんですけれども、ミニ6のこう折りたたみのリフィルとかなんかそういう感じでちょっと広めの紙を持っておくのもありかなと思いました。あととにかくこのいろいろ予習した自分が書いたページだけじゃなくて、とにかく余白のページもたくさん持っていくっていうのがいいのかなと思います。内見前にミニ6に綺麗に1ページにまとめてたとしても、やっぱ見たら見たで違うメモとかをやっぱバーって取るんですよね。私の場合はその性格的なものもあると思うんですけれども、綺麗にメモなんて取んないんですよ。なんかこう斜めにこの辺にバババババってほにゃらら丸みたいな感じですごい書いたりして、めちゃくちゃページを消費するっていうそんな感じだったので、とにかく余白ページをたくさん入れといた方が良かったです。
内見して良かった物件と、まあ、その内見して省いた物件があるんですけれども、省いた物件には家に帰ってきてからここに赤で丸終わりとか×とか書いて、とりあえず後ろのページに挟んでいました。まあ、できればそのなんでこれを×にしたのかとか書いておくと後々分かりやすくていいのかなと思います。ここの部分でこの綺麗さでこの価格帯かうーんとか、あとはいい物件だけれども思ってたよりも狭かったなとか、とにかくいろんな感じでボツになることって全然あって、物件を見た時にまあ、あでこうでっていうのはいっぱい見ちゃうとどれがどういう感じだったかとか分かんなくなっちゃったりもするので、自分の中で整理するためにも書いていました。まあ、物件探し手帳の話はそんな感じです。次、これからは引っ越し準備手帳として使っていく予定なんですけれども、引っ越し準備手帳をどんな感じにしようかなっていうところで、今私の中で考えていることを少しお話しします。なんか引っ越し準備手帳も多分なんかこうネットで検索すると引っ越し前にやることとかこうまとまってる資料とかあると思うので、まあ、とりあえずああいうのを印刷して入れておいてチェックつけていくとか、そういう感じもいいのかなと思っています。引っ越しの準備ってめちゃくちゃやることあるじゃないですか。特に細かくピックアップしていくと結構書くの大変なので、その辺はもうあるものに頼ろうかなと思ってます。そこで足りない情報とかを自分で追記していくとか、これは私にはいらない作業とかって言って消し込んでいくとか、そういう感じで省略できるところは省略してっていう感じでやっていく予定です。今回の人の引っ越しにあたっていろいろと買い揃えないといけないものっていうのがたくさんあるんですけれども、それって別に必ずしも入居当日に必要っていうものだけじゃないじゃないですか。徐々に買い揃えていけばいいものもあるし、いや最低限これはないとねっていうのもあるしっていうところで、必要なものを書き出して、その中で自分の中でこれは早く欲しい、これは今度でいいとか優先順位をつけたり、その例えばドライヤーが欲しいと思ってて、じゃあどのドライヤーにするかっていう候補とかをこうバーっていくつかピックアップしたりとか、そんな感じで書き出してみようかなと思ってます。まあ、順調にその物件に住めたとしたら、ちょうどブラックフライデーとか楽天スーパーセールとかあのタイミングでいろいろとその大きなものを変えたらいいなと思ってるんですよね。なのでちょっとそれに向けていろんなものをピックアップできたらいいかなと思ってます。私は今回の引っ越しの時に大きなデスクを置きたいと思っているので、そのデスクの入りそうな入ったデスクを入れた時のサイズ感の確認とか、ちょっとその寸法ですね、この辺をもう一回測りに行きたいなと思ってるんで、自分が良さそうだなと思って目をつけている家具のサイズをとりあえず書き出してみて、で、まあ、その実際に間取りとハマるかっていうのを確認するための家具のサイズ表ですね。これは何センチかける何センチとかっていうのをとりあえずピックアップしてみたりとか、あとは鍵もらってから住み始めるまでの間にこうやる上での優先順位ですかね、鍵もらってすぐにやりたいことっていうのは別で書き出しておこうと思ってます。例えばライフラインの開設作業とか、あとは家具とか入れる前に一旦掃除したいとか、ここはマステするとか、そういっためちゃくちゃ細かい情報ですね、そういったものをとにかくピックアップしておこうかなと思います。まあそんな感じで引っ越し準備に関してもいろいろ書くことがありそうです。私も引っ越し準備手帳っていうのをちゃんと準備して引っ越しするのは今回が初めてなので、まあ、使ってみないとこの辺の使い心地とかは分かんないので、そのお話とかはまた今度試してみてどうだったかっていうのはサブチャンネルとかで随時上げるのか、まあ、メインチャンネルでお話しするか分かんないんですけれども、またお話はできればいいかなと思ってます。それから最後にエピちゃんプロッターの近況として、このお迎え当時からめちゃくちゃバインダーに開きがあったんですね。なので物件探し手帳として使いつつ、使ってない時は本棚に入れてこんな感じで強制をかける、
この閉じの矯正をかけてみようみたいな感じで言ってたんですけれども、現状どうかについてお話ししようと思います。皮のこの内側とここの空いてる一番頂点の内側、こことここの高さを測ったんですよ。こんな感じで、こんな感じで測ったんですけど、お迎え当時はですね、ここ9.5 ぐらいあったと思うんですよ。確か私の記憶ではエピの開き 9.5 センチあったんですよ。でも今測ってみると開き方にもよるんですけれども、やっぱりまだ 9.34 ぐらいはあるので、そこまで目立った変化はなさそうです。うん、なのでゴムバンドはつけようかなと思ってて、この子に関しては例えばこれから持ち歩きして家具見に行くとか電気屋さんに行くとか雑貨買いに行くとかあると思うので、やっぱその都度この開きは気になるかな。こっちのシュリンクホワイトですね、この子はもうバインダーなくてもペタンって閉じるので、この子につけてるバンドを借りようと思います。うん、こんな感じです。ということで物件探しに続いて引っ越し準備手帳に変わるんですけれども、この2週間エピちゃんプロッターを使ってやっぱ物件探し結構助けてもらいました。そういったこともあってエピちゃんプロッターにほんのちょっと愛着が湧いてきました。また引っ越し準備でいろいろ手伝ってもらって愛着湧いてくるんじゃないかなと思います。ということで今日は長々と喋ってしまったんですけれども、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の投稿をお楽しみに。